元仮面女子メンバーで、女優の雪野志保里が7月21日から30日、東京、中目黒金、ケロシアターで、上演のリブドッグガールズ舞台、013に出演する。罪を犯した少女たちを更生させるための施設、リフォームスクールが、舞台の作品。雪野は301号室のボス、27、7番シャオユエ役を演じる。雪野は暴れん坊なので眠気、覚まし要因だと思ってます。今まで真面目な役が多かったので、こういった感情にストレートに暴れられる役は初めてなので存分に楽しみたいと思います。今回、チームドリーム、チームホップ、E というダブルキャストでお送りします。どちらも見ていただいて、両チームの違い、楽しんでもらえたら嬉しいです。ご来場をお待ちしております、とアピールした。脚本は森山香織氏、演出は林明宏氏。グラビアアイドルの村島美優、俳優、鈴木福の妹の鈴木夢らが出演する。